五国寺は、沖縄県那覇市にある高野山真言宗の寺院。三号は、波状山。陰号は、三光院。本尊は、聖関瀬音菩薩。琉球の真言宗宗本山であり、現存する沖縄の寺院では、最も古い寺院である。創建以来、波状宮の神宮寺で、琉球国王の直眼寺でもあった。中山王、佐トの時代、常時七年に、 波状ょうの神宮寺として創建された。海山は、薩摩より来留した、よりしげ法院と伝えられるが、非、衆とする説もある。琉球王国では、古くから、神護国家、五国法上を祈願する王家の直願寺とされ、武姉から、昭太王までの歴代国王が即位する際には、数百人の家臣を引き連れて参詣し、本堂にて、君臣の縁結びの酒が取り交わされた。 1945年の沖縄戦では、漢報射撃により破壊され、戦前の建物や仏像、資料等のすべてを消失した。沖縄戦で壊滅的な損害を被った、演楽寺や草原寺などの寺院は、廃寺となったが、五国寺は1947年に沖縄刑務所管舎後にバラック作りで再建され、1952年には元の場所に復興した。 ベッテルハイム博士検証費、ベッテルハイムは、ハンガリー生まれのイギリス人宣教師で、琉球王国時代を描いた小説、テンペストにも登場する。1846年に、キリスト教不教のため、琉球王国に到着したが、キリスト教は近況であることから、王府の厳しい監視下に置かれ、8年間身柄を当時に、軟禁された。医師でもあった、ベッテルハイムは、 治療の名目で密かに布教活動を行い、住民からは難民の眼ン長と呼ばれていた。境内にはベッテルハイム博士と同志から牛刀摂取法を学んだ中地のリヒトの検証費が立っている。全国寺院名百242ページ、日本名刹大辞典248ページ、全国寺院名百242ページ、古寺名刹の百科辞典260ページ、 古事名イの百科事典260ページ、新城俊明、教養講座流球。沖縄市東洋企画 72P ハット、五国寺、影丸くん行上周期、2021年1月31日閲覧、改装650年、五国寺はどんな寺週刊歴を、2021年1月31日閲覧、ありがとうございます。